一番になりたい。私もちょっと一番を狙いたい。先輩たちの圧がすごい怖いよ。今日は皆さんにある対決をしてもらいたいと思います。まあ後ろを見ていただいて、これは何でしょうか。9月の新作です。そうですね。そのスウェット2つ持ってもらってもいいですか。はい、それです。9月からなんと 9R の大人気アイテムのヒートシリーズが出ることになりました。拍手。かわいい。またまた2024年バージョンということで、でこのヒートシリーズともう一つゆめかさん持っていただけますか。はい、こちらはですね、 NR のお客様がよく住んでいらっしゃるという駅に行って、あの着ている服、リアルに着ている服っていうのを調査した結果、このフルソンが多かったんですね。うん、でリアルに寄り添った服を提案するっていうところで企画した9月の新作アイテムたちでございます。で何の勝負をするかと言いますと、はい、題して 9R のお客様の日常に寄り添った提案ができるのは誰か選手権です。拍手。拍手。えなこさんがすごくポカーンとしていらっしゃる。全然分かってない感じがすごい。この9月の新作のアイテム3つを使ってランダムにですね、お題を用意しました。すごい。それぞれ引いていただきまして、もうランダムに引いたお題に沿ってコーデを組んでもらう。で9月の新作もしっかりとアピールしていただいて、お客さんはですね、あこういうシーンでこういう格好着たいなって、着たいなこれ、欲しいな、いいな、さすがだなって思っていただけるようなご提案をしていただきたいと思ってます。で今回の9月の新作2カラーですね、すべて。なので1回では終わらせないということで2回戦していただきます。でですね、最終的にあの私が独断と偏見であの優勝者を選ぶというような内容になっています。レッツゴー。じゃあ前に来ていただいて、はい、あんまり見ずに撮ってください。はい、プレミアムヒートスウェット2024グレイ。みなこさんのお題も一緒に引いてもらいます。あ、どうぞ。別ですね、こちらか。はい、はい、子供が冬休みで近所の公園へ一緒に遊びに行く時の服。拍手。おー。次、ゆうきさん。手作り感すごい。かわいい。手書き。はい、プレミアムヒートスウェットパンツアイボリー。お題です、どうぞ。あまり見ないでください。なんか書いてある。はい。在宅勤務が終了し、そのままスーパーに行くときの服。めっちゃ在宅勤務ですから。確かにめちゃくちゃリアルな。結構リアルかもしれない。これはいいですね。あ、残ってしまいましたが。はい。どうぞ。はい。はい。ナイロンフーディーブルゾンブラック。どうぞ。はい。はい。娘が通っている幼稚園に自転車で迎えに行くときの服。娘がいる程度ね。そうしたいよとあるので。できます。できます。はい。じゃあ皆さん横に並んでいただいて。じゃあこのお題で1回戦開始したいと思います。皆さん一人一人意気込みをどうぞ。見ていただいている方に、着たいって思ってもらえるように、はい、一番になりたいと思います。なんだろうな、まあ、確かにこれ多分私の日常に一番近いので、うんうん、私もちょっと一番を狙いたいと思います。怖い、怖いよ。あの先輩たちの圧がすごい怖いんですけど。先輩たちに負けないように頑張ります。頑張ってください。5分間ですね。自転車で迎えに行く。
ではですね、一人一人1位を取りたいと言っていましたので、お客様がよりリアルに想像できるようなご提案と、あとは新作のですねポイントもしっかりお伝えしていただければなと思います、はい、ではですね、みなこさんは子供が冬休みで近所の公園一緒に遊びに行く時の服です。はい、はい、かわいい、かわいい、かわいい、みなこさんだ、めっちゃめちゃくちゃみなこさんだ、もう見たことある、うん、とにかく寒いので暖かくしました。で下はワイドスラックスの新色のアーモンドミルク、結構冬このアーモンドミルクの色も可愛いですし、あとワイドスラックスだとこの下にも結構着込めるので、うん、結構冬私はあったかいタイツ入れたりして、あ確かによく履くので、もうさらにあったかいです。めっちゃ可愛い。この首元もちょっと、はい、寒いので巻いてる。あとこのヒートスウェットはですね、いつもと違ってちょっとこの裾を絞れるように今回なっていて、いつもリブがついている普通の結構形のスウェットなんですけど、今回ちょっとスタイリッシュなスウェットを作っているので結構デザインがあって、1枚で着ても部屋着っぽくならずにおしゃれに着れるあったかいスウェットになってます。なのでこうなんか1枚でカポってきても公園で着ててもいいかなって。でちょっと裾をきつめにキュッてしました。あとこういうの行ったらそのポケットめちゃくちゃいいですね、うん、なんかもう手ぶらでいけちゃう、そう携帯とかに入れていけちゃうと思います。ポケットの内側もこのふわふわついてます。あったかい、あったかい、ありがとうございます。拍手で。続いてはゆうきさんですね、はい、これはちょっと期待できるじゃないですか。在宅勤務が終了しそのままスーパーに行く時の服です、はい、どうぞ。はい、はい、かわいい、かわいい、かわいい。めっちゃ笑ってるけど。なんで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 爆笑。大丈夫、大丈夫ですか。大丈夫、不安になっちゃう。ポイントはコーデの自転車に乗れるっていうシーンを結構想定して今回作られてるので、もうやっぱりスーパーに行くときもうすぐこうやって自転車にパッと乗れるように、なるべくこの辺ももごもごしないようにレトルマンの硬さを持ってきて、足元はもちろんキュッと今回絞らずなストレートなスタイルもいけるけど、あえて絞ってこう自転車漕ぎやすいようにして、まあなんか寒いかなと思ったんですけど、自転車をこう結構私は急いでスーパーに来てる結構吹いてるから、なんか一応ちょっと身軽な感じにしといて、でももしかしたらこうスーパーに入った時は寒いかもしれないから、このカーディガンも一応持って安心感を持ってこうやって行けるようにっていうスタイリングにしました。まあでもやっぱり皆さん NIR のお客様はヒートセットをご購入いただいたことある方いらっしゃると思うのでご存知だと思うんですけども、とにかく気持ちあったかいんですよ。なんか裏肝がベロア調になっているのですごく高級感もあるし上質な感じもあるし、なおかつしっかり保温してくれるっていうのがあるので、まあ、お外も寒い冬のお外もこれがあれば結構なんかこうブルブルしせずに億劫にならずに外に出かけられるんじゃないかなと思います。企画者ならではのポイントを稼ぎました。必死に必死に巻き返しました。スーパーに行ってください。皆さん最後やばい、緊張してしまった。聞いてしまいましたね、これを、はい、娘が通ってる幼稚園に自転車で迎えに行く時の服です。どうぞ。はい、じゃーん、こんな感じです。まあ、ポイントなんですけど、はい、このスラックスを選んだのが、このスラックスがスミさんが実際に今、4歳と8歳かなのお子さんを育ててらっしゃって、うん、リアルなママなんですよね、うん、ママさんで、そのママさんのお悩みに寄り添って作られたスラックスなので、うん、もうこれは本当にもうママさん、全ママさん買ってくださいっていう、うん、スラックスで、もうちょっとテーパードシルエットなんですよね。だから自転車に乗る時も足元がこうなんか巻き込まれたりとかもたつく心配もないし、めっちゃストレッチ性がすごいんですよ。超伸びるから、まあ、自転車もめっちゃ楽ちん、うん、っていうのでパンツはこれを選びました。新作のアピールできるポイントはですね、
まあ、自転車乗る時とか、うん、あの漕いでたら結構暑くなるじゃないですか、うんうん、で保育園とかってやっぱちょっと遠かったりとかもすると思うんですね。自転車でちょっと距離があったりとかの時にちょうどいい手軽さ、うん、なんかあのもうコートとか着て自転車は乗れないじゃないですか。そういう時にパッと着れるなんかマウンテンパーカーみたいな感じのフーディーで、であの本当は私キャップかぶろうと思ったんですよね、うんうんうん、やっぱ日差し気になるじゃないですか11月末って言っても、うん、かぶろうと思ったんですけど、これフードがついてて、うん、なんか雨が降ってきた時とかちょっと嫌だなって時にパッとかぶれるのもおすすめポイント。すごいなんかめっちゃ考えられてる、はい、あの逆にね自分がやらないことだからめっちゃ想像膨らませて、はい、動きやすさ重視しつつちょっと上品さも大人の女性の感じも入れながらやってみました。やってみました。素晴らしい、ありがとうございます、はい、今私の中ではちょっとポイント3、2、1で分かれてます。うわー、怖い。なるほどね、1ポイントしかもらえない人いるんだ。厳しいですね。合計点数で競ってもらうので、ね、はい、あるので、はい、でも皆さんの素晴らしいです、いろいろポイントを言っていただいたんですけど、はい、2回戦目の難しいところは、はい、その自分が同じやつをもし当たった時違うポイントを言ってください。違う商品やポイントもあるんだね。でもし違う商品が当たったとしても1回戦目の人が言ってたポイントと違うことをお客様にお伝えできるようにしてもらいたいなと思いますので、はい、皆さんちょっと気合を入れ直してですね、はい、2回戦参りますので、どうぞ。はい、はい、何？同じ。嘘。ナイロンフーディーブルゾンのベージュですね。はい。はい、で、お題がこちらです。お題こちら。雨が降っているけど出社しないといけない月曜日の服。はい。はい。そうですね。できそうです。これはできそうですね。うんうんうん、よし、お願いします。はい。次、ゆうき様。はい。お願いします。ゆうき様。はい。はい。あ、なるほどね、はい、次トップスだ、同じ色のプレミアムヒートセット2024のアイボリーです。アイボリー、お題がこちらでございます。はい、11月下旬に車でアウトレットに行く時の服。これもゆうきさんしそう。しそうしそう。はい、ラストですね。はい、みなこさんどうぞ。パンツですね。はい、パンツのグレーです。お題がこちらです。はい、急遽同僚と自分の家で女子会をすることになった時の服。おー、面白そうだよね。すごい。では2回戦参ります。はい、レッツゴー。ゆめかさんからいきたいと思います。はい、ゆめかさんは雨が降っているけど出社しないといけない月曜日の服です。じゃん。かわいい。雨が降ってるってことでまず濡れるのは絶対嫌じゃないですか、うん、なのであのスニーカーとかだったら水入ってきちゃうのでブーツで濡れないようにっていうのと、足元もスカートで、これは濡れても撥水生地なのでこうパッパッってしたら水を弾いてくれるんですよね。だからこの撥水スカートを選びました。でこれはオフィスでも履けるようなきれいめデザインになってるの嬉しいポイントですね。とこのブルゾンなんですけど、これも実は撥水素材になってて、うんうん、あのゆきさんがね実験雨の日に外に出て実験とかされたんですけど結構水弾いてくれるので、うん、もう小雨だったらもう全然あのこのままフードパッてかぶってね、うんうん、いけちゃいます。こんな感じで本当に弾きますよね。うん、濡れてもこうしたらすぐ水を通さずに弾いてくれる生地になってます。やっぱオフィスなので、まあ、ちょっときれいめ要素は入れたいなっていうことで、これちょっとカジュアルっぽいんですけど、きれいめのスカート、フレアのスカートと中に真冬なのでねタートルを合わせることでちょっとオフィスっぽい感じを、あとアクセとかでもねオフィス感を出してみました。どうです？どうですか？雨に関するブーツとかスカートとか、うん、素晴らしいですね。はい、ありがとうございます。続いては期待のゆき様に今回も早かったですね。ゆきさんのテーマが11月下旬に車でアウトレットに行く時の服です。はい、はい、お願いします。はい、かわいい、かわいい、ゆきさんっぽ、ゆきさんっぽめっちゃゆきさんっぽい今
ントはまず車でっていうワードが入ってたので、うん、やっぱこう乗り降りがスムーズに、でなおかつシワにならない立った時に、うん、っていうのをちょっと考慮したくて、このノンストレスのめちゃめちゃこれもストレッチがあるので、うん、をお供に持ってきました。で、まあ、11月下旬ということで、まあ、少し寒さも気になってくるかなと思ったので、まあ、1枚でももちろんあったかいんですけど、よりちょっと安心感を得るために下にあのカラーシャツを重ねてみました。はい、ちょっとなんか色とかも遊んだりとかして、アウトレットだったらプライベートのシーンなのかなと思ったので、もうちょっとおしゃれを意識してみました。今回のスウェットはちょっとスタイリッシュな感じをイメージしてたので、うんうん、これは本当デザインの話になってくるんですけど、縫い目がこれも立体的になっててすごく可愛いんですし、うんうんうん、なのでこんな感じであのカジュアルなちょっとおしゃれを意識した感じでもすごく映えるなっていうのと、あとは、今回この身幅を結構この部分ですね、うん、大きくちょっと取ってたりとか、うん、ここ自体も広く取ってるので、インナーさらにこう着込んだりとかする時も難なく、なんか窮屈になることなく着てもらえるかなと思います。そこがやっぱり中にも着込めるし、で上からもさらにアウターを着れるしっていう、そのスタイリッシュさはすごくポイントかなと思います。アピールポイントですよね。大丈夫ですか？ちょっと待って、リップをやめて。リップの色も変えもしっかりで、はい、しっかりさっきとの差をね、さっきはちょっと結構なんだろうな、家から出てそのままな感じだったけど、うん、差を出したかったので全部しっかりめに、はい、おしゃれに、はい、まとめてみました。あ、素晴らしいです。ありがとうございます。それではラスト、みなこさんのテーマが急遽同僚と自分の家で女子会をすることになった時の服です。お願いします。はい、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 ちょっと難しかったんですけど仕事に行ってお家でちょっとパッと着替えたような感じをイメージしております。なので、まあ、じゃあ多分これは仕事で着てたシャツ、なるほど、なるほど、ちょっとしただけさっと、あ、はいはい、もうリラックス感に変えたり、うん、履き替えて、でちゃんとあの買い出しに、買い出しの持ちました。さっきあのゆうきちゃんは裾を、うんうんうん、あの確かに、そう、あの絞って履いてくれてたんですけど、これあの離してこうストレートラインでも着れるので、ちょっとこういうねシャツと合わせてもそんなにこう違和感なく合わせて着ていただける、こっちもちょっとスタイリッシュなセットパンツになってます。でこのここも立体的なこのセンタープレスが入っているので、スウェットパンツといえど結構きれいめにもこんな感じで履いていただけるかなと思いますが、履き心地は本当にで気持ちいいです。でも本当に綺麗にもそのままお家だけじゃなくて外でも全然履けるスタイリッシュなパンツだと思います。2回戦も終わりまして、はい、皆さんアピールしきれましたかね。はい、1位の自信がある方手を挙げてください。はい、誰が一番高いかな。それでは私の独断と偏見でナイアールのお客様の日常に寄り添った提案ができていますでしょうを授与したいと思います。はいはい、第1回の優勝者はゆきさんです。
い、皆さんお疲れ様でした。楽しかったでしょうか。楽しかったということで、皆さん優勝者のゆうきさんに、はい、今月も新作を一言で表していただきたいと思います。はい、ではゆうきさん、9月の新作を一言で表すなら何でしょうか。冬のお守りアイテム。ちょっと難しくない。いやでもその通りだと思います。だから暖かくて機能性もすごく高い新作が揃っておりますので、皆さんぜひぜひチェックしてみてください。9月の新作発表会は8月の31日土曜日の夜20時からスタートします。では皆様、またインスタライブでお会いしましょう。ありがとうございました。ありがとうございました。この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。